はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。5日目、今日もみんなでバトルやっていきましょう。本来だったら本当に5日目とかじゃないで3日4日で終わる予定だったんだけどね、まあ、気持ちはもうこのままだったらもうラストの10日目まで全然行きそうですよね。10日目まで行ってまずもう元の状態に戻れるか戻れないかっていうところまで来てるそして常に4人集まればいいんだけどね、なかなか集まんないな。でチョロップ死刑場もう速攻ビビったんだけど今の音さてこれはオンオフで何かするのかな。あーなるほど、これで、あこうしてチョロップをどうすればいいの。あなんか俺だけなんか真面目にやってんだけど、これはで先に進む。え嘘なんか俺チョロプなんかしなきゃと思ってずっとなんかオンオフしてたけど全然関係なかった。こりゃいよいよやばいですね。もうそろそろこの企画打ち切った方がいいんじゃないかっていうぐらいほんとやばい。5日目ですよ、もう150下がってますから。めっちゃ調子いい時で50ぐらい上がるから、もうそのめっちゃ調子いい時が今から毎回続かなきゃいけないってことでしょう。 S プラスになるためにはね、結構厳しいな。よしそれじゃあどんどんやっていきましょう。4プレイヤー連打って書いてなかった今。面白いこのピオキングの連打、見してやろうじゃありませんか。あちょっと待ってさて連打っていうのはどのボタンを連打、まあ A ボタンしかないよね。よしそれじゃあ連打しまくっていくか。A ボタンでしょきっと。いやこれは攻撃ボタンの連打だ。よしこれ連打関係ねえくれ、あんま関係ねえくれ。よしもうちょい早い俺一番最後じゃん連打弱、連打弱、ほらよしいけ。あ待って、くぅきちー、これみんなほとんど同じだなスピードでも。あよしそれじゃあどんどんやっていきましょう。ミンバトうざい消えろっていう方がね、ミンバトやってるっていうね、あのキノピコ見た、ミンバトうざい消えろって書いてたよしそれじゃあね、4プレイヤーなんとかバトルだったっけ、ちょっと題名なんか見るの忘れたけど、よしそれじゃあ一番最初に行けたのはいいけど、これはどうなんだ、これはどうした、これはえこれどうしたらいいの、どうなんだどうなんだ、これ最初の勝ちか、最初の人の勝ちだったら嬉しいな。もう運で、うおーそういうことねなるほど面白、そういう始まり方すんだ。どのタイミングだ今、よしでジャンプ、これは落ち着いた人の勝ちっぽいな。なんか待ってこれ難しいな。でジャンプ、オッケー、そして上に行く、そしてジャンプ、待ってくれこれ大丈夫かい、これ大丈夫かい、これ死なないかな、大丈夫絶対こうなると思った。もうそして僕の動画の中で小手半をつけてる皆様、最近じゃちょっとですねめちゃくちゃひどくなってきてます。正直ですね、正直言いますと迷惑をしています。そのなんて言うんですかね、コテハンだけなら目をねつぶってもいいぐらいのところなんですけど、そこでさらにですね他の実況者の方の名前を出したり、もしくはコメントとコメントで仲良くなるっていうのかな、まあそういうお話まだねちょっとしてる方が見受けられます。今後、まあ今後っていうかもうやっていってるんですけど、ちょっとですね見受けられた際には NG 登録をさせていただきます。とても申し訳ないんですが、そのくらいですね他の方々からも苦情が来ていますんで、ご理解していただけると助かります。これ勝ったんじゃない、やったよしそれじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。ここ5日間連続でまあみんなでバトルやってますけど、やっぱここまでやってると他のゲームめちゃくちゃしたくなりますね
結構したくなりますね。みんなでバトルを10日間連続で渡って、あ、渡ってじゃない渡るくんっていたからちょっと渡ってって言ってしまったけど、まあ5日間連続でやってるとやっぱ他のゲームがねしたくなるんですよ。まあちょっとね、僕の場合積みゲーが多いから、あー邪魔だな。よし、ジャンプ OK で、ここで上に行く、オッケーオッケー、でよし、ここはマリオもう行ってんの、早いな早いな、マリオよし、オッケー、でドアにくぐる、オッケーオッケー、で待って、マリオ早っ、マジでマリオ早い、よしオッケー、嘘、待って、せめてゴール、よしよし、間に合った。はい、それじゃあ5日目のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。ニコニコ動画を見てる皆様、この動画の動画説明欄をぜひ読んでいただけたら助かります。注意事項っていう形でいろいろですね、いろいろっていうかまあ 2,3 個ぐらいですけど書かせてもらってるんで、そのマナーっていうのかな、ルールを守っていただきながら動画を楽しんでいただけたらと思います。それじゃあまたね。